どうもこんばんは、平井博明です。ハンドファーストに当ててます？ちゃんとできてます？じゃあどれ見たいですね。ちょっと僕もやっていいですか、ハンドファースト。ちょっとやんないじゃん。やんだっけ？いや、やりたい時もある、あるけど、あんまやんないかな。平井博明のバンドアップゴルフ。ドライバーでハンドファーストすんの？そうただ、うん、俺ね、ハンドファーストに当ててますっていう人とか、うん、まあ、ハンドファーストに当たっちゃうんですとか、まあ、いろいろ聞くわけよ、ハンドファーストっていう言葉を、うん、でもね、ハンドファーストって、うん、ボールより手が左側にあることを言ってんだよね、みんな。ボールより出ないからね、手は出ないんだ。こうだからね、こうやってハンドファーストにしてんの。はいはい。これ、ま、どう考えたってボールより手がいったらロフトは立ちますよね、うん、そうだね、うん、で、これじゃ浮かないよね、うんうん、で、ロフトがないってことはスピンが入らない、うん、だから右に行くわけよ、うん、こうやって、うん、こういうハンドファーストの人が多すぎるのね、うん、で、アイアンはもともとロフトがあるから、うん、まあ100歩譲ってボールよりちょっと、まあ、真上かちょっと出てもまあいいかなと思うけど、うん、こうやって構えてボールよりこうやってドライバーがね、ボールの左に手をやろうとしてる人がいるわけよ、うん、絶対当たんないからね。ましてや今の最新クラブのアドレスは、うん、俺前も言ったけど、うん、ダウンブローに打てるのはクラブでもう決まってるみたいな動画あったと思うんだけど、うん、こうだからね、手って。あ、後ろこうじゃないからね、こうやって構えるんだよ今。要は座りを変えちゃいけないの、こうじゃないよってこと、はいはいはい、こうやってアングルを変えるんじゃなくて、うん、こうやって変えるの、アングルって、はい、座りを変えちゃいけないの。だからこうやって開くクラブがあったら、こうやってやってあげたらフェースまっすぐになるでしょ。なる、うん、こうやって変えなきゃダメなの。こうやってやったのをこうやってやったらロフトが変わるでしょ、うんうん、だから 10.5 じゃなくなるのよ、うん、それじゃダメ。説明書ねえのかなと思って、クラブの、うん、本当だね、うん、今ので思ったんだけど、全然違う話になっちゃうかもしれないけどさ、うんうん、クラブとさ、そのハンドファーストというか理論ってさ、うん、すごく近いところにあるんだね。今のクラブだったらこうなるみたいな、うん、すごく関係してきちゃう、ね、うん、そうそう、関係してくる、関係してくる。だから今みたいにその開いてる、最近開いてるのが流行ってるんでしょ、うん、クラブ自体が、うん、もう要は徹君と僕が言ってるのは、こうやって置いた時にこうやってなるんですよ、うん、今のクラブって、うんうん、だからちょっと前まではそれじゃなかったんでしょ。それじゃなかった。その時のハンドファーストのやり方はまた違うってことだよね。そう、ハンドファーストっていうか構え方は違う、構え方が違う。変な話、うん、ゼクシオの X シリーズじゃなくて、うん、ゼクシオのノーマルシリーズの方はこうやってなったらこうやってなるのね、うん、あ、なっちゃうんだ。そうしたらお尻変えなかったらこうやってできるでしょ。なるほど、ね、したらハンドファーストにできるじゃない、はいはいはい、だからできるクラブとできないクラブがある。むしろ今カチャカチャがついてるじゃない、うんうん、したらカチャカチャでフックフェースにしたらハンドファーストにも今のクラブでできますよってことなの、うんうんうん、こうやってね、すごくそこがこう密接に関係してくんだなと思って。そうだから何でもかんでもできるわけじゃない、できるわけじゃないの。そう、例えばね、顔、いい顔のクラブを使いたいっていう人って、うん、わざと 10.5 度を買って、うん、ロフトを立たせて 9.5 で使う人とかいるのね、うん、そうすると顔が綺麗に、要は逃げ顔になるわけよ、うん、フックフェイスじゃなくて、うん、捕まり顔じゃなくて逃げ顔になる。で、逃げ顔になったらこうはできないからね。そうだね、そう、うん、こうしなきゃいけないから、うん、だからこうタイガーなんかはこうやって真ん中でこうやって構えるんだよね、こうやって、うんうんうん、そう、こうやってやらないから。あ、ハンドファーストで構えたいだったら、こういうクラブを、うん、こういうクラブを買わなきゃいけないってことよ、うん、で、まあ今ロフト関係ないよ、うん、これで
こうやってフェースをまっすぐにしてこうやってハンドファーストにしないと構えられませんよ、こうやってやらないとダメなの、こうやってやっちゃダメなの。あ、なるほどね。ああ、くるくるしちゃダメ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 、ロフトが変わっちゃうから。うん、うん、そういうのがだから変な話、ダスティン・ジョンソンとか、うん、まあ、松山君もそうだし、ほとんどの人があのボールよりこっちに手があんま出ない。うーん、こうやってハンドファーストにはしてるけど、うん、こうはしてないってことよ。うんうんうん、それだけでもカメラで正面から撮ったの見ると、うん、ボールの左に出て球が右行くスライスで悩んでますっていう人が多いの。それは出ちゃうね。そうだよね、うん、だってそうやって打ってるんだから。それめっちゃくちゃある。もちろんこれってハンドファーストがいいとかハンドレートがいいとかそういうことではなくて、やり方を正しくしましょうってこと。そうだね、 ね、 そうだね。いつも登録君と俺はそうやって言うじゃない、うん、やり方をちゃんと分からなきゃいけない、理解しなきゃいけない、うんうん、そもそものやり方が間違ってて、じゃあ俺ハンドファースト合わないとかハンドレート合わないとかそういうことじゃないもんね。そうだね、うん、しかもクラブがそうなってるかも大事なんだね。そう、大事大事だ。俺が最近ほとんどもうクラブ欲がないから、うん、クラブをこういろんなの見てないけど、うん、まあゼクシオは安定のフックよね。あ、そうなんだ。特にレディース、うんうん、だからそういうのはこうハンドファーストにできるわね。だそういうクラブを見つけた方がいい。だからわざとフックに入れてもらっていいのよ、うん、ショップ行って差し直しでフックに入れてください、うん、ハンドファーストにしたかったらね、うんうんうん、だちょっと左向いて見えるなっていうクラブはチャンスよ、ハンドファーストの。そうか、なんかドンって構えてグンってこう右向いてないかなって言ったらもうハンドファーストにはできない、うんうんうん、それロフト立たしちゃったら、うん、ほんと 7度とか6度とかのクラブになっちゃうから、うん、それじゃ余計上がんないし、なおかつハンドファーストしてんだから、だからそういうのがちゃんと関係してくるんで、自分のアドレスに合ったクラブ要は座りを見つけなきゃいけないっていう、超大事。そうだね、サロンにして誰か言ってくれてるかね、こんなことね。言ってくれてる動画何本かある。あるんだ。うん、ある。だからそういう動画を見てください。でも見なきゃ分かんないもんねそうなんだよね。今トール君言ったように、そうやってハンドファーストに構えられるクラブがありますよって米印が出てなかったらダメ ね、 とね、今フックフェイスを見つける方が難しいけどね。そうなんだ。大体もう開いてる、もうみんな開いてるかストレートだから。ストレートだったらもちろんこうまっすぐ構えなきゃいけないし、うんうんうん、そうだよね。オープンフェイスだったらこうやって構えなきゃいけないし、はい、うん、これも 1.5 度クローズにしてるからね。あ、そうなんだ。こうやって、うん、それでも閉じては見えない。どう？閉じては見えないでしょ。見えない見えない見えない。これでまっすぐぐらいでしょ。そうだね、ちょっと開いてるように見えるね。でこれ座りがこれじゃん。そうだね、ちょっと開いてるでしょ。うん、開いてる。そう、そんなもんだから。これで閉じてんだからそっか、うん、でもっと開いてるの本当は。そう、 L3 ってところにしてんのね、うんうんうん、あの中取ると、ね、そう、うん、L3 ってところにしてんだけど、うん、プラス1ロフトの1個右だから、うん、ロフトそのまんまの 1.5 度フラットなのね。あ、そういうことなんだ。そう、それで確か1度か 1.5 度クローズなのよ。それでこんなもんだから、うん、閉じては見えないんだよね。それそういえばそのドライバー紹介したことないけど。だからハンドファーストっていうのはやんないんだ紹介しないんだよ。ZX7 Mark II ダイヤっていうのをちょっと前まで使ってました。上がんないですねそれ言っちゃうの。上がんない。上がんなかった。うん、まあ辛い辛いし上がんないし、うん、難しい難しかった難しかった、うん、10.5 にしたんですよ。しかもダイヤも 9.5 を一度寝かして 10.5 で使ってたの。それで全然上がんないから、うん、でこれ 10.5 を 11.5 にしてようやっと、うん、あれそれ 5? これ5の LS ね。でこれちょっとヘッドバランス軽いから、うん、10日ダイモン行ってこのウエイトを10か12に変えます、うん、あ、そうなんだ。バランスをちょっと出してもらってクラブセッティングの動画を撮ろうかなっていう。ああ、そうなんだ。だからやんなかったのね。うん、うん、そうなんですよ。その時の楽しみですね。なんでまだもうちょっと待ってください。はい、はい、で今回はですね、ハンドファースト違い相当違いびっくりするぐらいの違いがありましたっていう動画です。気に入っていただけたらチャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。変更予約
あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。